こんにちは、ケンシです。今回の動画ではこちらのポケットストーブエスビットの本物と激安の偽物、こちらの方を徹底的に比較の方をしていきたいと思います。でパッと見一緒ではあるんですけども、ディティールが全然違いますね。要するに細かい部分がこちらのエスビットの本物と偽物でもう全然見た目で違いがわかるようなものになっております。で具体的にどういうところなのかっていうと、まずこのイラストですよね。このイラスト同じようなものが書いてあるんですけれども、こっちに関しては少しシルエットがぼやけてるんですよ。こっちのエスビットの本物の方はしっかりこういう点の部分とかこの線の中とかですよね、こういう細かい部分もしっかり凹凸が出ていて、ディティールの細かいイラストになっております。でその他もここの開く部分ですよね、この開く部分がちょうどこの真ん中で重なるんですけども、ここの作りっていうのもこのエスビットの本物の方ですね、こちらに関してはぴっちり締まっているようなイメージなんですけども、こっちの偽物のポケットストーブに関してはだいぶもうデコボコしていて、で隙間が空いてますね。斜めに噛み合っているような見た目になっております。横も見てみるとこの接合部のジョイントがあるんですけども、この形っていうのもこっちの方は左右対称で平べったく加工されているんですけども、こっちの偽物の方はなんか丸みを帯びてるっていう感じですね。例えばタコのイラストの口みたいなものになっています。ドーナツ状のものがこっちはポコって出てるんですけども、こっちはまあ綺麗になっているんですけど、反対側ですね、こっちは潰れて変形してしまっています。なのでこの辺だけでも精度が全然違うなっていうところですね。で裏を見てもちょっとへこみがあったり変形をしたり、まあ、ちょっと細かいことなんですけどもだいぶ違いますね。でこの噛み合わせの部分わかりますかね、普通に締めた状態なんですけれどもズレが若干あります。で指で調整すればぴったしには締まるんですけれども、パチッと閉じたような状態にするとズレがあるっていうところですね。で一方このこっちのエスビット本物の方に関しては普通にパチッと締めた状態でも左右がしっかりと揃っています。で最後の裏に関してもパッと見わかんないんですけども、このちょうど立つ部分ですね、足がこう盛り上がっているんですけども、この作りっていうのもこっちの偽物の方は、まあ、プクッと風船とかそのゴムのものを指で押したようなものになっているんですけども、でこちらのエスビットのポケットストーブ本物の方に関してはこの足の部分とかっていうのもこっちの際の部分までプレスラインがはっきり見て取れるなっていうぐらい見た目的には全然違うっていうところですね。で大きさに関してはもうほぼほぼ一緒です。横も、まあ、この縦もほぼほぼ同じなんですけれども、横に並べてよく見るとエスビットこちらの本物の方が若干大きいです。一回りまでいかないんですけども、この高さですね、この高さ、この下を揃えた状態にするとほんと若干なんですけども、もう5ミリもないぐらいですね。だけど並べてみるとあれ、こっちの方がちょっと大きくない、高さがあるんじゃないのかっていうような見た目になっております。でちょっと中身の方を見てみると、エスビット本物のポケットストーブに関してはこちらの固形燃料が初めは一つついてくるっていうものになっておりますね。でこの中に入っている固形燃料はスタンダードっていうのとミリタリーっていうものがそれぞれあるんですけども、それは中に入っている固形燃料の種類がスタンダードって呼ばれるもので 4g で20個入りのものなのか、今回はこちらミリタリーなんですけども、ミリタリーは 14g が6タブレット入っているかどうかっていうようなものなんですよね。ですのでポケットストーブミリタリーとかスタンダードっていうふうに書いてあるのは中に入っているこの固形燃料が違うっていうところですね。この固形燃料もエスビットです。ですのでこのエスビット自体がこのポケットストーブとこの、まあ、ポケットストーブだけに使うものではないんですけれども、こちらのポケットストーブに使うのに最適なサイズ感とかもバッチリですよね。この中に収まってそのまま収納できるようなものがこちら純正として付いているというものになっております。で、こちら価格がこの本体、ポケットストーブの本体にプラスして
固形燃料付きで1700円プラス税というところになっております。こちらの偽物のポケットストーブに関しましては送料込みで399円税込みというふうになっておりますので、まあ、だいぶ安いですよね。でしかもこの399円で買うとこちらの専用のケースが付いてくるというものになっております。中には固形燃料がないので別途買わなければいけないんですけれども、こちらの袋と偽物のポケットストーブのセットで送料込み税込み399円というところなので値段自体がもうだいぶ違うというところですね。でしかも僕が買ったこの激安の偽物に関しましてはこちらのウィンドシールドですね、まあ、例えばお米を炊くときとかあとは料理をするときに風が強いとこの固形燃料の火力だとやりづらいときっていうものがあるんですよね、まあ、そういったときに使えるウィンドシールド、まあ、要するに風防とこの風防専用のケースとあとはこのポケットストーブで使える専用の五徳で、さらにさらにこちらですね、なぜか皮膚希望も入っております。あとはそれ専用のケースというところですね。こちらの7点セットで送料込み1999円税込みというふうになっておりますので、めちゃくちゃお買い得じゃないかなっていうところですね。でこちらの激安の偽物だけのレビューに関してはこちらの右上の方から動画確認していただければと思います。でこの開いた状態を見てみてもほぼ同じじゃないかなっていうところなんですけれども、さっきこっちのエスビットの本物のポケットストーブの方が若干大きかったじゃないですか。その違いがあります。こちらの本物のエスビットの場合は専用の固形燃料を入れてそのまま折りたたむことができるっていうのは当然だと思うんですけれども、この横を見てもぴったり収まっているっていうところですね。でこちらの固形燃料っていうものをこっちの偽物の方に入れてみます。でそうするとちょっとわかりますか、少し斜めにまだ浮いてるんですよね。でこっちの本物の方に入れてみるともう置けばスポッとこれがはまるような感じなんですけれども、こっちの偽物の場合はちゃんと収まっているのにまだなんかに突っかかって入りきらないっていうところなんですよ。で押し込めばこうなんとか収めることはできるんですけれども、普通にしまおうとすると若干浮いちゃってます。でこの理由っていうのはさっきのここのジョイントの接合部があると思うんですけど、これが丸く出っ張っちゃってるせいで中でこれが入ろうとした時に干渉しちゃってるんですよね。ここにこの裏の精度、こっちの外もまあそこそこひどいなっていうところなんですけど、裏はもうやっちゃってますね。本当にマリオの土管ぐらい出てます。で形ももうひん曲がってるものもあれば、で潰れちゃってるものだったりとかっていうのが4箇所あるから、この分だけでも数ミリ内径が、まあ、実際は変わってくるんじゃないかっていうところですね。で本物のエスビットの方のポケットストーブを見てみると、この接合部のジョイントがちゃんと平べったく加工されていて、でしかもその精度が高いから全部同じ形になっているんですよね。ですので入れる時もスッと干渉なく入るっていうのはこの加工技術の高さがこっちの本物のエスビットにはあるからっていうところですね。でこっちの方に無理やりじゃあ入れて収納をして折りたたみますと、これに関しては特に問題なく入るようなものになっております。で僕は普段このポケットストーブを使う時っていうのはこちらの固形燃料を使用しているんですけども、これを偽物のポケットストーブに置いてこのパチパチとしまおうとすると若干この背が高いから気持ちもっこりしちゃうんですよね。で、まあ、無理やり締めようと思えばこんな感じですっぽり収まるは収まるんですけれども、普通に締めようっていう風にすると、まあ、ちょっと大きい分やっぱもっこりしちゃうっていう問題があるんですよ。でそれをこっちのエスビットの方に置いてこうやって閉じてみると、特に力を入れてないんですけれどもすっぽり収まりました。
ですので若干こっちの方が高さがあるなんて話をしたと思うんですけど、その分がこちらのちょっと背がある火炎ニューエースの固形燃料も収まるというようなものになっておりますね。これはちょっとなんか僕の中でポイント高いです。で、偽物の方も収まるっちゃ収まるんですけど、ね、やっぱりなんかそのままパチパチってやって畳ん で去ってしまいたいんですけども、それがちょっともっこりしちゃうから、まあ、ちょっとギュッてやるっていうのもなんか固形燃料傷ついちゃうから嫌だなっていう気持ちがあるんですよね。だけどこっちのエスビットの場合だったらそのまま同じようにこうやってしまうことができますので、もうこれいいんじゃないかなっていうところですね。ちなみにこちらの固形燃料めちゃめちゃなんか変な匂いします。家に届いてもう開けた瞬間になんか威嚇臭いぞっていう感じです。例えばソロキャンプをしててテントの中がこの匂いだったらすごく気まずいですそのぐらい匂ってますね。ただこのエスビットの固形燃料のいいところは、まあ、濡れてったりしても火がつきやすいとかで保存できる期間も長いとかっていう特徴があるので、機能性としては間違いないものっていうところですね。で、次に動きを見ていきます。まずはこの偽物の方からなんですけども、開くのがちょっと硬いですね。で、次にエスビットの本物のポケットストーブの方を見てみると、もう全然力の入れ方が違うぐらいこっちはスムーズに動きます。もうこうやって優しくやるだけでも開いていきます。で、ポケットストーブはこの閉じてる状態から次にこの2つ目の状態があるんですけども、これは全開にしてる時だとちょっと径が小さいクッカーとかを温めたい時とかに、このままだとこのごとくに乗らないとそのまま固形燃料の上に乗っちゃうから調理ができないじゃないですか。で、そういった時にこういうふうに一段階狭めることによってちょっと幅の狭いものであったら、まあ、この状態にすれば調理ができるというものなんですけれども、こちらのエスビットの本物のポケットストーブに関してはこのどの状態にするに関してもスムーズに動くなっていう印象ですね。見た目もさることながら、まあ、実際にこの触ってみてもいい精度で作られているというところですね。で、一方のこちらの偽物もう一回見てみると、まずさっき言ったようにちょっと硬い、まあ、これ個体差は多分あるとは思うんですけれども、ちょっと硬いですね。で、次にこう内側からこう開いていく分には2段階目ですね、この状態に持ってくるのはすごく簡単なんですけども、こっちの一回じゃあ全部広げてここから第二形態といいますか、この上部をつぼめた状態にしようというふうに思って力を入れて畳もうとすると、硬いからちょっと力を入れすぎてこう止まんないでそのままガツンっていっちゃうような感じなんですよ。で、しかもこちら左右で硬さが若干違いますね。ですので、まあ、ちょっと扱いづらいっていうところはあるんじゃないかと思います。で、この上が少し狭まった状態を見てみると結構偽物の方は遊びがありますね。こっちの本物の方は、気持ちあるかなっていうところではあるんですけれども、本当に若干ですね。で、こっちの偽物の方はもう本当に5ミリ以上動いてるんじゃないかっていうぐらいの可動です。で、この爪のちょうどこの2つが折り重なるところの精度とかも見てわかると思うんですけれども、こっちの偽物の方はこうプレスされる時になんか変な形してるのか、まあ、圧のかけ方がおかしいのか、まあ、ちょっとなんか湾曲してますね。こう若干こう曲線を描くような感じで全部4つの爪がそんな感じになってるんですけども、こっちのエスビットの本物のポケットストーブに関してはこの接合部とかっていうものも全部ビシッと通りが通ってるようなイメージですね。まあ、通りっていうのはこのラインがまっすぐに通ってるよっていう意味ですね。まあ、金型の精度っていうものがもう全然違うっていうことがこう手に取ってみるとわかるんじゃないかなっていうところですね。まあ、ネットで見るだけだったらほとんど変わらないと思うんですけども、この手元に取って実際に見てみると細かい部分は本当にこっちのエスビット本物の方が金型の精度だったりとか、もうこの加工技術っていうものは圧倒的に本物の方が優れているっていうところはあると思います。
ただ仕様に関してはこの状態になっちゃえばどっちも、まあ、人が乗ったりするものじゃないので、例えば1リットルの水を入れたクッカーとかこの上にボンって乗せてお湯を沸かそうと思ったとしても、特にどっちも全然もうビクともしないと思います。まあさすがに人が乗ったりしたら、まあどっちもぐにゃって曲がったりとか、まあこの接合部が取れちゃうとかっていうところはあると思うんですけども、実用的なことを考えると、まあちょっと作りが悪いっていうところはあるんですけども、使用するに関しては全く何も問題ないと思います。で、じゃあ結局どっち買えばいいのっていうところなんですけれども、まだ持ってないとかちょっと興味があるっていうだけだったらこっちの偽物で十分だと思います。でこの本体だけでも、まあ、399円で送料と消費税込みなのでめちゃくちゃ安いですけども、それにプラスしていろいろね、7点セットとかでもうこれ全部で1199円、送料と消費税込みなので、もう初心者だったらもうこれでいいじゃんっていうところだと思います。で実際に、ね、使っている中でやっぱこれすげえ気に入ったからエスビットの本物のやつも欲しいなって思ったら買えばいいと思います。あるいはもう最初からもうポケットストーブ買うんだったらエスビットの本物がいい、本物じゃなきゃ嫌だとか、純正のものを買って長く大切にして使いたいんだとか、もうそういった思いがあるんだったらエスビットの本物のポケットストーブを選ぶのいいんじゃないかなっていうところですね。でさっき言った通り、もう仕様に関してはどちらも全く問題なく使えますので、あとは自分がどうしたいかというところですね。でただ使えるだけでいいんだっていう方だったらもう迷うことなくこっちの偽物で十分です。1200円しないでこのポケットストーブはもちろんなんですけども、調理をするために必要な風防だったりとか、あとはこういった五徳とか、なぜかこれでは使わないだろうっていう皮膚希望まで入っていますので、この付属品っていうことだけを考えてもこっちはものすごくおすすめだと思います。で仮にもう俺は持ってるぜ、こっちのエスビットの本物のポケットストーブ持ってるぜっていう方もこっち買ってもいいんじゃないかと思います。でなんでかっていうと、まあ何かあった時の予備っていうのももちろんなんですけども、この付属品が、まあ、そういう1200円しないで送料込みで買えるっていうんだったらもう一回買ってみるのはありですよね。であとこれからキャンプ始めたいとかっていう友達にちょっとお前これ使ってみみたいな感じで勧めることもできるし、でもらったらなんか嬉しいじゃないですか。だからそんな感じで選んでいくといいんじゃないかなっていうところですね。でこちらの商品に関しては概要欄の方にリンク貼ってありますので、それぞれご覧いただければと思います。それでは今回の動画が少しでもいいなというふうに思っていただけましたら、高評価とあとはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。